帰り。
君か。 おかえり。
帰ってきたか。
そういや知ってた？真田さん今日検査入院でさ、さっき連絡あって病院に届け物頼まれちゃったんだよね。俺って結構頼られてる？そんなの帰宅部なら暇だろうって頼んだんでしょ。そんなことねえだろ。冗談だって。で、何を持ってこいって？隣の E 組のクラス名簿だってさ。名簿？どうすんだろそんなの。ていうか今日たまたま部活休みだし、つけようかなそれ。あなたも行くでしょ。決まりね。え？何よ、別に困らないでしょ。俺が頼まれたのにな。ここって真田さんの病室。ん？じゃなかったりします？お前たちどうして大勢で？お見舞いに来ました。でもなんか平気そうですね。ただの検査入院と言ったろ。滝、もういいか？ああ、参考になった。いちいちてめえの遊びに付き合ってられるか。誰っすか今の？一応同じ学園の生徒だ。先月から増え出した謎の無記録症、お前たちも知ってるだろ。あいつたまたま患者の何人かを知っててな、話が聞きたくて呼んだ。それより順平、頼んでたものは？持ち持ってきたっす。あ、じゃそんな動かしたら。平気だろ。あまり長いと部活にも響くだろ。取り戻す時間が惜しい。さすがボクシング部のエース。四角いリングが俺を待ってるぜってわけっすか？意味がわからん。そういえば先輩ってなんでボクシングを始めた理由か。そうだな、別にボクシング自体に思い入れはない。素手の格闘技なら何でもよかった。昔自分の無力さを思い知ったことがあってな。もうああいう後悔はしたくないんだ。それに自分がどこまで強くなれるのか興味もあるしな。まあ言ってみれば自分対自分の終わらないゲームみたいなものだ。なるほど、ゲームっすか。好きっすよ俺もゲーム。あんたのはテレビゲームでしょ。ああ、でも格ゲーもやるよ。君か、おかえり。